さあ始まりました、天候の功績ラジオ in 城ヶ島です。イエーイ。海食堂となっております。海食堂というのは文字で言うと海が食べる洞窟の洞と書いて海食堂と言います。その名前から想像できるように、こちらの海食堂は海の浸食によって生まれた洞窟です。こちら今現在砂浜なんですけども、もともとは海沿いにありまして、そして海の波や、風とかも含まれるんですけども、それらの要因でこちらの元々の崖のところに浸食が受けて、こちら少しずつ少しずつ浸食を受けて結婚でき、最終的にはこのような洞窟のようなものとなっております。でそしてこちらには偶然にももう一つ貴重なものがあります。それがこちらです。こちら冒頭で説明したように2つの層が交わる場所となっております。先ほどの図を説明もう一回持ってきますと、こちら城ヶ島には西側には三崎層、東側には初恋層があります。でこちらの場所はちょうどこの真ん中2つの層が接している場所となります。これ上を見ていただくと分かるかもしれませんが、明らかに違う地質の違う模様の層が交わっている場所、接している場所という場所です。こちらでは様々な地震とかにおいて、こちらが大きく動いたりずれ込んだりなど、関東における地震では大きな役割を持つ場所と言われています。このようにして、断層というか地層の境目を、このようにして地上で見ることができるというのは、とても珍しいのではないかなと思います。では次の場所に行きましょう。こちらは断層がこちらにあるので今回紹介したいと思います。こちらの断層、ここをスタートとしてぐーっとこのように亀裂が入っているのが分かると思います。ちなみに断層は2種類ありまして、こちらフリップを用意してみました。断層は地面が引き伸ばされて亀裂が入る場合と、地面がこうギュッと圧縮されて生まれる場合の断層があります。今回の場合はこちらに該当します。こちらの地層を見てみますと、ここに茶色い層があって、この茶色い層が斜め下にずれています。そしてこちらの黒い層も同じく下にずれている。つまりこれは地層がこう、こっち方向に突き伸ばされたことによりこの断層は生まれました。日本の断層のほとんどはこれとは逆断層がメインとなりますので、この正断層は非常に珍しいものと言えます。ここに来たのはこの社交料理を見るためです。社交料理、今回ここで紹介するのは社交料理です。これ英語ではクロスラミネーションと言いまして、日本語でもしばしばクロスラミナと名前で紹介されます。こちら社交料理という名前なんですけども、実はもう一つ社交総理と呼ばれるものがあります。これらの違いとして、社交料理ラミネーションはこの層の幅が1センチ以下で、そして社交料理、こちらは英語ではベリングというしっかりと違う名前があります。これはその層が1センチ以上であるものです。ここに水滴の絵が描いてあるのは、こちらは完全に水の影響でできる層であるからです。ではこちらに注目していただいて、これの説明をさせていただきます。こちらの社交層理、最初は通常の層ができます。その後にこれに覆いかぶさるようにして、本来ここが層があるんですけども、これが浸食されて新しい層が食い込みます。でそれがさらに上にと繰り返されることで遮光する層ができますので、こちらは遮光層理、遮光葉理と呼ばれます。ではこちらの本物も見ていきましょう。最初にこちらが平らですので、この本来ならばこれはまっすぐ来る層であったと考えられます。しかしここに新しい層が入りましたため、この部分が削られまして、このように浸食ができました。でこちらの層も上にまたさらに削られて入って、さらに削られる、でそして次の層に削られる、でそして次の層に削られて、最後は層が入ってきたんですけれども、こちらは浸食が起きなかったので通常の層となっております。
こちらの図とこちらの実際の車高料理を比べてみますと似たようなものであることがよくわかると思います。では次の場所に行きましょう。こちら城ヶ島の海岸線なんですけれども、まあ、城ヶ島は、まあ、先ほどもこう動画で見ていてわかる通りとても起伏に富んだ地形をしております。なので海岸線もこのようにこちら本当のもう海の境目なんですけどとてもゴツゴツしており波もとても荒い場所となっております。で岩が多いおかげで、まあ、このように、まあ、多くの生物が住んでいることもわかります。あそこにカニがいますね。カニどこだ。カニ会いました。カニですねこれは。カニです。まあそして他にも潮の満ち引きなどによって、まあ、このように、まあ、タイドプールと呼ばれるようなこれ陸地に残された海水のプールがあることがあります。まあ、この中でも、まあ、海とは一時的に隔絶されてはいますけれども、まあ、この中でも魚とかカニとかなどが、まあ、生息していることもあります。とても今日は空が綺麗で海もとても綺麗です。さあ私やってきましたのはこちらを見るためです。こちら終局と呼ばれる地学的に重要なこちらにフリップを用意してみました。こちらの終局ちょっと漢字が難しいですね。このような漢字を書きます。で終局と呼ばれるものは、まあ、地層にエネルギー力が関わったことでこのようにぐにゃっと曲がっています。なのでよく地震とかでナマズが地震を起こしたなどと呼ばれるようなものも実は終局も地震に似たような現象が起きるので終局もナマズが起こしたものではないかと言えますね。ここから簡単に終局がどのように起きたか説明させていただきます。まずこちらの今見えているぐにゃぐにゃの地層なんですけれどももともとはまっすぐの地層です。普通にこのように地層がまっすぐ入っているところに両脇のから力がぐにゃっとかかったことでこのようなこう曲がったような地層になっています。今回の地層の場合ですと曲がっている方向がこのように波打っています。なので今回の地層の場合はこちら側からとこちら側からこのように力がかかったことでこのような終局が生まれたと想定されます。この終局を見ることでどのような力のかかり方があったかまたどのような地震や地層の変化などがあったかなどが分かりますのでいろいろ分かることが多い地学のものと言えます。では次の場所に行きましょう。